今ちょうど食べ終わったんですけど、本当にこれすごかったマジで。だから本当にぜひ最後までご覧ください。やっぱ今回あの案件ということで、はい、なやっぱ栃木の魅力をこう伝えてねやっていきたいなっていうのもやっぱ思ってるわけだから、はいはいはい、うん、やっぱこういう案件を積極的にやっていきたいと思う、はい、うん、でその上でステーキセリカ様のあのステーキをね食べられるということなんですよ。おお、これはねあのすごい楽しみ、ね、そう宇都宮入りました。あの今遅いよ、ちょうど看板があったね。うん。そういうところだろうな。ナルセロって。うん。ちょ、タイミング悪かった。タイミングが悪かったわ。ここ有名だよね。観光嫌な。看板出てる。観光嫌な。あゆ、あゆするとこでしょ。するの？あ、そうなんだ。あそこ結構有名。嫌な。いや、なんかさ、俺、ちょっとあんま正直知らなかったんだけど、あのね、栃木の魅力をね、伝えるという、まあ、感じでね、やらさせてもらってるから、あのちょっと知らないとね戸惑うわけよ。あー失礼しました、ね、ちょっと失礼しました。そう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 、それはこっちのミスですね。そうだね、最近また野球をねやり始めまして。高校時代やってたんで、やってましたから、はいはい、なんかね、やっぱ一回野球から離れると、あ、なんかあーもう一回やりたいなってなんかねやっぱ思うわけ。なるほどね。で昨日試合だったから、はい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 、でね1ヶ月前にもう試合あったんだけど、全然打てなかったの。ああ、打てなかった。だから、昨日はね、もうめっちゃ気合入ってたの。もう今日こそ打ってやる。おでね、そしたら、人数がめっちゃ少なかったの、来る人。あ、そうなんだ。で、え、大丈夫って言って。そしたら、助っ人で来てくれた人がね、ピッチャーなんだけど、はいはいはい、めっちゃ球速かったの。あ、マジで ?140 までとは言わないけど、135、6出るピッチャーで。いいピッチャーなんだ。めっちゃ球良かったの。ええー、すげえ。で、うわ、熱っと思って。うん。で、相手も強いチームって聞いてたから、うん。ワンチャンいけんじゃないと思って。うん。したっけ、うん。俺に打席が回ってきたの。はい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 。したら、もうね、1打席目よ。うん。左中間を破るツーベース。うわ、ツーベース。これマジで、うん。打った瞬間、うん、いったって思って。ええー、すげえ。めっちゃ気持ちよくて。気持ちいいな。昨日はね、調子良かったのか、2打席目もヒット打ててセンター前にパーンって。すごいね。なんか、めっちゃ調子良かったのよ、その日は。すごい。で、ピッチャーも135球で、結果試合終わってみれば8対1よ。すげえ。やばいよね、やべえ。で、俺もめっちゃ打てたから、打てたし、なんか、改めて野球の楽しさ、マジ知れてよかったなって思ったし、次こそはね、まあ、絶対勝ちたいなって思ったけどね。負けたの？え、いや、え、8じゃないの？いや、こっちが1。負けたの？負けたよ。1なの？うん。135球のピッチャー来たけど、8点取られてる。え、打ったのに負けたの？うん。すいません。やっぱ、栃木は、牛乳ですよ。牛乳。まあ、その中でもやっぱ、まあ、レモン牛乳。はい。ちょっとやっぱ、あれだね。いきなりさ、ステーキセリカ様のね、ところに行くっていうのもなんかちょっと、緊張しちゃうから、一旦落ち着けたい心を。本当に。はい、俺、初めてだから、案件とか。何で落ち着かせます？レモン牛乳。栃木県民！いや、いいよ、それは。と選びました。レモン牛乳だ。栃木県民！次忘れてよ。あ、大事。栃木県民！お前のショート動画の栃木県民。緊張してる？何が？今日初めての案件。いや緊張、それは緊張するでしょ。え、大事？栃木県民。あった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 、セブン。セブンあった、左。はい、セブン。え、すげえ！これでね、心を落ち着かせてね、行きたいよね。行きます。いただきます。あ、あれ、こんなうまかったっけ？うんまっ！めちゃくちゃうまいです。目つぶってさ、マジでレモン牛乳知らない人飲んだらさ、うん、これレモン牛乳ってわかんなくね？あ、でも果汁入ってないからね。レモン。あ、そうなの？そう、あの、レモンの果汁を入れると、あの、牛乳が固まってしまうんだって。だから、レモンの果汁は入れてない。おもろ！そうそうそう。入ってきましたけど、まず感想あります。大事？あー、つけてきてる！すごい、決まるよ。
ちょっと酸っぱさがいい味がする。なるほどね。もうちょい声張ってもらっていいですか。緊張しすぎです。俺たち老けてるから。そっか。ギリ大丈夫。俺30代って間違えてるから。そうね。俺も30って言われてるから。これが20歳の大学生とかが来てたら間違い感あるよ。俺20歳の大学生だ。ドレッシングがめっちゃ美味しい。玉ねぎ辛くなくない？そう。めちゃくちゃ美味しい。うん、俺が言うのも生意気だけどさ、うん、前菜でこのお店のレベル分かるの。マジで、うん。よろしくお願いします。はい。ヒラメ。ヒラメ。ああ、すごい。料理ちゃんのクリームソース。クリームソース。わあ、すごい。なんかすごい。マジで何がいやいやいやもうホックホクもう焼いてる時さずっと見てたけどさ全く飽きないっていうかそう、まあ、ずっと見てられるね目で見て目で見て楽しめて、ね、そう目でそうよね目で楽しむのあのね俺ちゃんとね勉強してたら、うん、スープの飲み方ねこうスープ残ったらこう吸えなくなるじゃないはいそういう時はこっちに向けて、こうやってね、こうやってやるんですよ。テーブルマナー。これガチ。うまい。いや、すごいな。失礼いたします。ありがとうございます。はい。はい、お願いします。失礼します。なんかスタッフの人もすごいね。そう。やっぱさ、高いお金払うって、うん、それなりのサービス受けれるけど、ね、うん、食べるだけじゃないんだよ。三脚持ってないやつが来る場所だよね。うん、そう。じゃあコースのサラダになります。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ自家製のフルーツドレッシングが。ドレッシングのまま、ありがとうございます。絶対こんな状況にしちゃダメだよ。いただきます。受け取るとこ見たかったけどね。受け取るとこ本当に気抜いてましたね、我々。ちょっと余韻に浸りすぎて、ムニエルのね。そうだよ。じゃあサラダ。大根から。はい、どうぞ。よっとドレッシングがうまいこれ。やっぱ自家製のフルーツドレッシング。あ、これやばいな。え、見て。この、きゅうり。え、こんなんなる？緑のタケノコ見てるみたい。いや、あ、食感がいい、ね。めっちゃ音がいい。うん。いや、マジでうまい。あのね、うん。取り直したい。社内トーク。なんでね。もっと上品なお話したいわ。本当に、うん、野球の話カットで。なんか言い方悪いけどさ、うん、いちいちうまいじゃん。ね。いや、うん、マジそうだわ、うん。あ、ここもうまいんだ。ナイスとフォーク使わなくていいっていうのは、これまたね。なんかね、うん、なんかテーブルマナー初心者の俺からしたら、うん、めちゃめちゃありがたいです。確かに。使い慣れてるお箸。うん、そうだよね。っていうのがまたいい、うん、すごいすごいしか言えてませんけどとろみの焼き加減にあるあーあれじゃあセコレア気味です、あじゃあレア気味で自分同じくレアでレアでえあーなるほどもうなんか見てて楽しいよもう、うわぁ開けるとき楽しみやからなんかもうなんかもういいすごいわ
やばらかこのまま、わかりました。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。いただきます。美味しいっすね。次は、マスタード醤油です。そうだね。言葉が出ない。なんか言えよ。うまっ。なんか肉のさ柔らかさやばくない？歯がさ、はい、スーって入っててさ、そう。もう何やってもうまいもう、ここまで来るとね。うん。あとはね、ガーリックを乗せながらね。乗せて。うわ、これやばいな。ニンニクの香りがさ、ジュワーって広がってさ、お肉のさ、柔らかみがさ、すごいよ。もう笑っちゃってんじゃん。ずっと見てられるね。マジで。そうなんだよ、ね。そう見てられるよ、ね。なんか五感のさ、すべてをさ、なんかもう取り詰め、うん、取り詰まされる。わかるわ。やばらか。甘い。あ、めっちゃ甘い。めっちゃ甘いっすよね。やば。玉ねぎやばいなちょっと、うん、いくら、うん、バーベキューで雰囲気プラスで美味しいといえど、ね、なんかね、うん、そうですね、全く違うわ。出てきたもの全部が美味しい。マジでウーロン茶持ってきてもらったことに感動したわ。何もさ言わずにさ、スーッと持ってきてくれたじゃん。気遣いがすごいよね、やっぱね。このレベルになると思う。そう。野菜ずっと熱いなと思ったらさ、うん、この鉄板のさ、そう。5、60度っていう、この設定が、5、60度なのね。これがちょうどいい。めっちゃいい匂いする では、お願いします。うまっ。香りがふわっと広がるね。味噌汁と漬物のタイミング、すごくよかった。もっと、タイミング完璧だったね。ありがとうございます。提供のタイミングだけの練習があんのかなってぐらい完璧だった、マジで。ちょっと何から何までうますぎるわ。そう。
手で持って、お箸で取る。これに苦労してるやつがさ、来たらダメだよね。恥ずかしいわ。恥ずかしい。早くしろ、早くしろ。なんか嫌な甘さじゃなくない？めっちゃ沈む。そう、沈むなさ。そう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 。めちゃくちゃうまい。全部うまいよ、マジで。そうだよね。これマジで、本当に、来てほしいよ。あのね、皆さんに、ランク付けするとしたら、ランク付け。1位で全部横一線で並ぶぐらい美味しかった。若い視聴者が多いわけだ。はい。だけど、そこをね、こう、一旦贅沢だと思って、マジで来てほしい。本当にもう自信を持ってね、もうね、来てくださいって言えるよね。本当に来てください。本当にあのね、マジ後悔させません。本当に俺たちがいるわけじゃないけど、マジで後悔させません。そう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 。マジでやばいね。